アメリカンブリードは、1960年代に、活動したアメリカ合衆国のバンド、ソフトロックバンド。1962年、イリノイ州シ,シセロで結成したゲリーザナイトライツが1966年に改名、シングル、ベンドミー、シェイプミーが1967年、全米シングルチャート最高5位、後にチャカカーンのルーファスへ発展した。 1962年に結成したゲリーザナイトライツは、シカゴのリーガルショークラブなどに出演し、地元レーベルから6枚のシングルを発売、1966年ドットレコードから再デビューした。最初のシングル、Step Out of Your Mind が全米シングルチャート24位、Bend Me ーー、Shape Me などが大ヒットした。1967年には CM 曲を手掛け、 アメリカ海軍、アメリカン航空のフライジアメリカンウェイ、コカ・コーラなどを担当している。1969年には、ジャンポール・ベルモンド主演ウェイが、大頭脳のテーマ曲、サーカス、スモーク、アスクルーファスとして落成後はここで、スタジオエンジニアやプロデューサーとして、スティックスとソロのデニス・デヤング、レオ・スピード・ワゴン、 サバイバーや2005年ワールドシリーズを制覇したシカゴホワイトソックスの縮小記念 CD に収められた曲ロックウィズザソックスに携わった。1986年アメリカンブリード結成20周年からテレビ局の出演依頼などへオリジナル4名で再結成し、再録音のベンド・ミー・シェイプ・ミー86を含むミニアルバム Once Again を発表。 これ以降出演依頼に応じて時々集結し、地元シカゴ周辺で、テレビ番組やイベントに参加していた。スティックスの全国ツアーで2015年9月5日、イリノイ州、ティンデイパーク、ハリウッドカジノアンフィシアターの公演ではゲストに、ゲリー・ロライゾが招かれ、ベンド・ミー、シェイプ・ミーを披露。この模様は、スティックスのトット・ズッカー漫画、YouTube に、ゲリー・ロエッツ・オ・ウィズ・スティックス。 ベンドメシェープ目、ティンリー・パーク9、5、15としてアップしている。ゲリー・ロライゾは2016年1月16日水岸で死去した。トッド・ズッカーマンが自身のフェイスブックでで不法と約2年半にわたった闘病生活を伝えた。アルバムシングル、ゲイリーザ・ナイト・ライツ・ザ・アメリカン・ブリードがレージロックとソフトロックの範疇でサイケデリック・ロック色は ほとんど見られず、ニューヨーク通称、ブリルビルディングサウンドから、楽曲提供を受けて、ブルーアイドソウル風のポップスやビートの効いた曲を、特徴としたが、アメリカンブリード時代は、レコード会社が、ホーンセクションアレンジを強要し、バンドの特徴や魅力が、半減しているといい、全名のゲリーザナイトライツ時代は、初期ザ・ビーチ・ボーイズや、ジャン・ディーンなどのサーフィンホットロッド音楽、 リズムブルース、ドゥーアップに影響されたものを聞くことができ、演出。1968年発表のアルバム、パンプキンパウダースカーレットグリーンは、チャート100位圏外、シングルカットされた2枚も、最高80位台とセールスは惨敗。サイケデリックロックとヒッピー文化前世時代には、歓迎されなかったが、四季のコンセプトアルバムとして、 仕上がりはよく音楽マニア館で語り継がれ、1990年代、ソフトロックブームが訪れ1960年代のアソシエーション、ロジャーニコルズやイエローバルーンなどが再評価され、ニューヨーク系ソフトロックとして本作とアメリカンブリードが再注目された。ありがとうございます。